先生渡してください。はい、ポーズ。最高じゃん。運転ないでしょ。かわいい。よし、行ってみよう。線路を歩く。ここでしかできない体験だね。見て。あ、豆。豆。いいな、まあまあ一本橋やってる。豆。ポイ。工業局。そしたらあそこ目指そう。赤いものが目印って言ってたよ。赤いものあるかな。あ、見つけたぞ。見つけた見つけた。いや、この橋と城がすごい覚えてんだよね、俺。鮮明に。え、じゃあ南一条にあったってこと？お人形さん？白い衣装だったの？旧札幌警察署、ご挨拶してね、ちゃんと。南一条巡査あ、こんにちは。東京オリンピック開催による道路の。こんにちは。白鳥？白幅？へえ。あ、ハレンガ交番って呼ばれたんだって。へえ、すごいね。を回したら入れるところがほらここに入れれるのよ、手紙は。で勉強になります。戻すの、すごい、うん、雨だと思って出てきちゃったんじゃない。次は今どこまで来たっけ。水が出てたね。今どこ、ここね、今学校、学校かお寺か。右の4番も遠いね。4番捨てじゃないごめん、なる先生かわかんないけど、さっきお話してたね。お話してたね。馬車があったら乗りたいんだけど。どこ？左裏かな。左裏でさらにその先に2番でしょ。1番と2番。漁村群、農村群。こっち？多分こっちだと思う。雨の日はね。浦河公開街道。浦河町のってこと？だっとだい。だっこさんとは父さん。今日は歩くためにスニーカーで。あ、なんか声聞こえる。ということ。あ、お寺かな？お寺か、勉強するところ昔だから。見て、あのボーンってなるやつ。あ、やりたい。すごい。だが、くりつけられてる。これなんだね。やりたい。お、ここも忙しい。2番の先生のとこ行ってるか。誰かいるから。誰かいる？教えてくれた先生一人で寂しいのかな。かわいそうだな、奥の。学校系削っちゃうか。え、ここじゃないの。あ、ここか。ちょっと違う。中になんか入ってるよ。九龍雲寺。何て書いてある。ここは何。いいですね。ざわわだね。じゃあ何個集まったの、見せて。スタンプ何個。1、2、3。あと3つだ。じゃあよし、行こう。6まであるの。最後じゃない。6 3つ。マリオの T シャツなんだよね。素敵。
ぺったんこの石だ。本当だ、珍しいじゃんこれ。池だ。これは何？カメ池ですか？今回り込んで下まで行くよ。何で出るかな。落ちた。あんまり落ちました。どれもとか。どれか選んだら。どれにする？カラス食べられないですよね。カラスいないね、でもね、なんかね、いるって聞いてたのに、寝てんのかな。傘になっちゃいそうじゃん。あ、なんかある、あそこに機関車みたいなの。違うかな、時計が見えた。お化けが出てくる。トトロのさ、姉ちゃんとさ、案内板とちょっと違うんだね。新電鉄道汽車車、機関車、機関車、鼻出た、鼻出た、ちょっとだね、鼻出た。時間があれかな。ここが機関車積んでるの。あ、ほんとだ。なんか見てみようか。あんこお願いします。すごいいっぱいだね。あ、集まったね、うん、すごい。6個目は最後、6個目はシールなんです。あ、シール、あのゴール、ご褒美シール、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと見てみよう。どうかな、見てこりゃ何があるかな。あー、うんぐない、見える、こうちゃん。昔の機関車だって。いい写真撮ると。ももさんいっぱい来たよ。ももさんチームだ。チームもも。そっち？反対かな？来た道戻る方が。バッチリね。もみか。これは後ね。ここに置いとくだけだ。オッケー。カラスだ。ほんとだね。カラスだよ。守ってみんな。オッケー。カラスから守ります。面白い。あー、結構使う。はい、お箸。ママ大事件。あ、いいじゃん。かわいいお箸だ。いただきまーす。おいしい人だ。ポートレートってすごいね。でしょ。できない。どれ出る？海苔と鮭と、あれは？そうだ、これまだあるじゃん。かける？コロリン車になった？疲れたの。そうだね、いっぱい歩いたね。